初めに、まあ、所信証明とかいろいろあるとは思いますけども、まあ、これをやってみたいというのがあればちょっとお話ししていただければありがたいんですけど、私はあの回答を初めてお受けしたのは平成19年からなんですけども、はい、まあ、その時からですね、いわゆる連携を軸とした、はい、まあ、商業振興、地域振興ということでですね、はい、それをテーマにずっとこう続けてきてますね。で、まあ、いろんな意味でですね、まあ、それがある一定の成果が出てきてるとは思うんですが、はい、まあ、その大きな部分を言いますと、農商工の連携ですね、はい、それから移行連携、はい、から町との連携、はい、それからのいわゆる会津大学との連携、はい、まあ、そういったことを中心にですね、はい、いわゆる会員、事業所だけでなくて広範な方々と連携を取ってきました、はい、しかしながら3期目を迎えてですね、はい、ちょっと振り返ってみますと、はい、確かにその会津若松商工会議所は会津若松単体のね、はい、まあ、会議所運動というのはそういうことなんですよ、はい、全国に514あるんですけど、はい、それぞれ その地域の活性化を掲げてやってるもんですから、はい、その会津若松中心にってことでありますが、はい、しかしながらその会津の地域性を見ますとね、はい、まあ、一つの、まあ、集落というか、はい、会津というかね、はい、そういった部分でどうも周りの市町村がですね、はい、過疎と高齢化の中で、はい、どんどんこう幅がなくなってきているということを非常に感じていただけるわけですね、はい、まあ、その中で一つその17市町村をですね連携軸に入れて、そして活性化させていきたいというのが、まあ、今回の、うん、初心を申し上げた、はい、まあ、中心ということになるわけですよ。でこの17市町村の連携というのはですね、はい、昔からまあ、広域圏で例えば行政隊がやってる会津総局、はい、それから私ども会津北商工観光団体協議会でもやってるんですが、どちらかというとですね、まあ、道路ものインフラの整備だとかそういったものを中心軸に、やっていった嫌いがあります、はい、私どもの会津北商工観光団体もどちらかというとやっぱりそういう方向を向いてたんですが、はい、つまりですね、そのどんどんそのインフラが良くなっていく、まあ、そういうプラスの面もあるんですが、結局ですね、それがその一つ そのストロー現象をきたしてですね、どうしてもその一極にこう集中しがちだというようなことで、本当に極端なことを言うとですね、周りの市町村が本当壊滅的になくなってしまうんではないかというような危機感をね、持ったんです。というのは今回のその八重の桜支援事業を、はい、まあ、商工会議所としては全面的にですね、はい、今回のその東日本大震災、それから原発事故から一日も早く脱出するためには、はい、NHK の大河ドラマ、八重の桜を成功させることだということで全面的にやったわけですね、はい、でおかげさまで、まあ、本当に、大成功だと思うんです。そうですね、これは本当に紛れもなくね、はい、しかしながらどうしても目につくのが一つの狭いエリア、はい、つまりその若松の中でも、まあ、まあ、これ隠されるのはしょうがないんだけども、はい、どうしてもそういった部分があって周りの町村にも読み上げますね、はい、本当に前よりもマイナスだなんてところにあるような状況を聞くんですけどね、はいはい、ぜひこれからね17市町村を連携してそういったものに各地域の魅力に光を当ててね、で活性化させていくのが会議所もやられないと、はい、そういうことですね。今話に出ましたように、その八重の桜は、まあ、確かに若松だけ見れば、まあ、大成功だということだと思うんですけれども、ただこれ来年どうしようかっていう声がやっぱりどうしてもありますよね。そのあたりどうお考えですか。結局ですね、今も述べたようにその会津 その観光軸そのものですね、はい、まあ、形としてその会津若松中心に傾向に今、はい、ここのところ
3、4年こうなってきてるんですが、ちょっと振り返って昔のことを振り返ってみますとね、その会津の観光というのはね、全会津的にダイナミックなエリアであった時期がありますよ。例えばですよ、そのアズマスカイライン、レイクライン、ゴールドラインを軸にですね、あの 裏磐梯、古将軍がですね、すごくあの賑わった時期もありましたよね。それから表磐梯に してみればね、あの猪苗代湖という、そのね、日本で本当に2、3番目のスケールの大きい、湖を楽しむ、まあ、そういったものもあるんでしょうし、一方あの南会津の方に目を通してみればね、例えばあの大勢とかですね、小窓だとかね、本当全国にもない非常に素晴らしいあのこう湿原だとか魅力のある地域があるんですが、まあ、残念ながらそういったものがですね、どん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 、まあ、縮小してきているという傾向はどなたも感じられていると思うんですよ。だからここでもう一度ね、振り返ってみて、そういったその ダイナミックなものがね、そのつまりその少子高齢化にあって、そしてこの大自然が守られてきたという部分もあるわけですから、ね、逆に言うとね、だからやっぱりそういったものをもう一度振り返ってね、大切にしていくというのが必要なんじゃないかと、まあ、そういうことも含めてその各17市町村の商工会議所、商工会と連携を事故とって活性化させていきたいということなんですよ。会頭という、まあ、全て連携、まあ、合図をもう一回そのまとめていきたいというものなわけですね、そういうことですね、まあ、もうね、すでにね、まあ、本当に電波なので皆さんがお聞きになって、そんなことないぞと言われるかもしれませんが、本当にね、周りの町村商工会力なくなってますよ。そうです、独自で本当にね、事業展開なんてできない状況になってますから、だからこれはね、やっぱり連携しないとね、彼らもなかなか難しいんじゃないですか、そんな思いもあってね、やっていきたいと。だから逆に言えば、ね、若松商工会、ね、会津若松商工会議所がこうリーダーシップを発揮していってほしいという思いが多分にあると思いますからね、その中でその回答はぜひこれはやってみたいという何か事業とかっていうね、構想とか今おありなんですか。うん、ですからそのネットワークをまず構築して、はい、でそれをまあ、来年、まあ、ディスティネーションキャンペーンのプレーでありますのでね、はい、まあ、その1年間かけてですね、そういった素地を作って、そして、いわゆるディスティネーションキャンペーンには、いわゆるディスティネーションキャンペーンと連携して、ね、連動させて、はい、そして、その活性化に持っていければなと思うんで、まあ、2年がかりぐらいになんでしょうかね、まあ、その件につきましてはね。あとですね、その、まあ、先ほど八重の桜にちなんで、うん、その商工京都、うん、商工会議所とその提携を結んだということなんですけど、うん、今後これどういう形で発展させていくという考えがあるんですか。はい、そもそもですね、この八重の桜をテーマにする京都と商工会議所と、ね、連携を結んだいきさつなんですけども、つまりその山本角馬王が京都のやる会津と同じ戊辰戦争では相当な焦土化したね、町になってしまったわけですね。それを復興させるために山本角馬王がいわゆる歴史を大切にしながら近代化を進めたおかげで今 の京都があると、まあ、こういうふうに言えると思うんですが、彼の足跡の中で京都の商工会議所の、まあ、実質的な創立者なんですけども、まあ、2代目会長会頭をやられたということでですね、まあ、一つ京都商工会議所では今回 東日本大震災、原発事故で非常に厳しい状況に置かれる、その会津の中でね、ぜひ連携を取って応援したい、応援するということで、まあ、連携協定を結んだんですが、これもあくまでそのエンドレスということでなくてですね、まあ、いわゆる1年ということで実は組まれた事業なんです。
だけども我々としてはですね、いわゆる教頭に見習うことがたくさんあるわけですよ。まあ、そういうことでこれからそのせっかく絆ができた山本角馬がつなぐ会津若松と京都のつながり、これはもう大切にしていこうということで、進めていっております。まあ、そういうことでじゃあこの先のね、はい、展開がどうなるかというと、まあ、先だっても新潟でね、実は新潟と京都もですね、文化交流協定っていうのをね、市と市でやってるんですよ。でそこで京都市国会議所が中心となっている京都グランドフォーラムが開催されたんですが、まあ、そこに、まあ、私出席してきたんですけど、その中でもですね、京都と新潟と会津とこの3つが連携してやっていきましょうというようなことも会議の中でお話になられたんで、おそらくこれからもですね、本当にこの1年間は本当に非常にハードなね交流事業だったんですけど、そういうハードでないね、いわゆるいわゆる地道な交流をこれからやっていきたいと、そういうふうに思っております。はい、やっていく事業についてのキャッチコピーとか、なんかあれがあったらお願いできる。それはあれでね、いつもずっと19年から使ってるんですけど、連携をちょっと連携による産業振興なんです。あ、そうですか。連携による産業振興なんです。あ、そうですか。はい、これずっと回答を受けてから連携軸をずっと引っ張ってきてるので、結局それがキャッチコピーで、今はそうなってくると19年からですから、今どのくらいまでこう回答としてはこう、はい、連携軸がこう深まってきたという手応えというのは、手応えはね、まあ、私としては結構あるんですけど、例えばその今先ほど本当に言ったその町との連携ということなんですけども、もともとその会津若松の中心市街地がですね、どうも大型店の撤退が、まあ、もう5年ぐらいになるのかな、このサティとなんかも、頃からですね、非常に厳しい状況になったと。それは例のリーマンショックの影響が非常に大きかったんですけどもね。で一気にもう町の人間がガタガタッと来ました。でそれに対して、まあ、いろいろな施策をやったんですが、その中でいわゆる町中テナントミックス事業っていうのはですね、これが町づくり会津が中心となって、まあ、つまりそのバックグラウンド商工会議所なんですけども、それでその大型店から撤退したお店に、ちょうど時中小商店街振興法というのができましてね、それを活用させていただいて、それで合計33店舗空き店舗にですね、その店を埋めることができました。でこれには会津若松商工会議所も空き店舗対策補助制度というのをやっておりますね。そういったものもかぶせてこうやったもんですから、もっと一気にですね、空き店舗が中心部が埋まったんですね。でそれでそれからその補助制度が3年経って終わったわけですけども、じゃあその時にまたどんどん抜けるかなと思ったら抜けなかったんですね。で今度はそれに対して、今度はいわゆるにぎわいをどうやってやってるか、来るかということなんですけども、これも今年で2年目になるんですけども、いわゆるよく全国でですね、ストリートジャズっていうのをやってますね。はいはいはい、で あれはね、結構すごくその賑わいを創出するんですよね。で我々も昨年からストリートサウンドという形で大町四つ角を中心軸に、まあ、差し当たってですね、会津若松全部っていうことじゃなくて、縦通りと横通り、つまり大町通り、七日町通り、野口青春通り、それから新明通りを含む馬場町通り、こちらの方でですね、いわゆるジャズだけじゃなくていろいろな音楽をですね、やって、それでまあ結構賑わいが出始めているので、これからそういったソフトをですね、どん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 その街中に起こしていきたいと。でおかげさまでね、このストリートサウンドの方も自分たち手作りでね、参加している人たちで自己委員会作っちゃったんですよ。一番最初の年は我々でやったんですけど、だからそういったことで結構街の人たちも結構そういったその賑わいに対するね、
意識もこう高まってきたかなと思うんで、まあ、手応えというかね、そんな感じはしてますね。え、まあ、しかしながらなかなかあのその中心市街地の活性化というのは難しいんで、本当に職場の一つとして第一番に頑張っていかなくちゃならない問題だと思いますね。